OF の EX の4に行きます。教習の内容は、医療のコストが3倍に上昇。シャア専用お医者さん。ここは露骨にセイロン接待ステージだったので、セイロンを入れました。天人化は、スキルランク7と同じにしています。セイロンってこのイベントで入手できるキャラですね。ここに来る頃には、みんな持ってるはずです。僕も今回初入手しました。イベントキャラだから忖度されてるのね。どう贔屓されてるの？それにはまず、このステージの説明から。ここは、敵がこのような3ルートで攻めてきます。高台の位置からして、左右のルートは、この辺りでブロックするのが一般的と思われます。今もそう置いてるね。真ん中を横切るルートは、配置深ますばっかりで、ここしか置くところがありません。確かに。この3箇所で敵を止めるわけですが、さて、回復薬の医療は、どう置けばいいでしょうか。うん。医療1人で、2箇所をカバーもできなさそうだから、医療を3人置くのかな？そうなりますね。ところがセイロンが回復範囲が広いので、この真ん中の高台に置けば、3箇所全部に届くんです。なるほど、これは露骨に接待してるね。今右上から来ている赤い斧持ちが、バーミルの射程に入ったらスキル、白い大盾が近づいたら、ラバのスキルを使います。ようやくコスト3倍のセイロン登場。さらに、グムが赤い斧をブロックしたら、グムの前にプリムを置いて、術師を止めながら倒します。急に忙しくなった。右を倒したら、グム、プリム、スカベンジャーの3人を下げて、左にポップカル、右にミッドナイトの順に置きます。左ルートの赤い斧持ちが、この辺りに来たら、クオーラのスキルを使います。早すぎない？次のスキルを間に合わせるためですね。ここも、赤い斧持ちをクオーラがブロックしたら、ピグナをクオーラの前に置いて、術師を止めて倒します。残念ながらスタンを食らうので、適当に下げます。あや。スタンが15秒くらい続いて、全然起きないんですよね。セイロンは回復範囲は広いけど、回復力は低いので、なるべく火だめを抑えるのが重要です。右ルートに次の敵が来たら、ひとまず天人化。グムたちの再出撃までのつなぎです。めんどい。です。左の赤い斧持ちが近づいてきたら、ポップカルのスキル。右は次の敵が来る前に、天人化とミッドナイトを下げ、グム、プリムの順に置きます。やたら入れ替えるね。ここで、アークナイツあるある。あと一人置けたら楽なのに。なるほど。この辺りでセイロンのスキル。二人回復できて、回復力も上がります。右の赤い斧持ちが射程に入ったら、バーミルのスキル。クオーラのスキルもリキャスト即使用します。めんどい。中央は白い大盾が来たら、ラバのスキルを使いますが、ピーグルのスキルはまだ残しておきます。これが最後のラッシュか。です。重装が倒されないように祈ってて。何万ダブ何万ダブ。まだ生きてます。中央は白い大盾の2体目が来るので、2体重なったら、ピーグルのスキルを使います。めんどい。やること多すぎない？医療を出すまでが長くて、それまで回復がないから、いかに序盤を粘るかが重要なんですよね。さらにセイロンを置いても安心ってわけでもない。ちょっと微妙にパワー不足感があります。それにしても、もうちょっと楽にできない？見てくれてる人にこれを提案するのは酷だよ。そうですね。ではこの後につけておきます。ようやく落ち着いてきたか。ほぼ見てるだけだったよ。あ、クオーラが倒された。まだ落ち着いてなかった？けど敵も倒せてた。右のグムも倒されてた。ボロボロじゃん。ギリギリ持ちこたえるはずだったけど。なんだろう、セイロンのスキルが早すぎたかな。まあ対応できてよかった。あと1体だけなので、あとは早送りします。ブレイズのスキルに特化3を入れました。セイロンもまたいるんだね。さすがに、コスト3倍を何人も出すのはきついです。シャアは1人しかいないもんね。名前はいっぱいあるけどね。天人化は同じく、スキルランク7と同じにしています。さっきは天人化の次に、すぐクオーラを出しましたが、今回はクーレを挟みます。基本に戻った感じ？確かに、こっちが基本ですね。犬に噛まれると、クーリエでも耐えれないし、医療も早々置けないので、いきなり重装にしてました。クーリエのスキルが発動したら、ブレイズに交代します。右はクオーラでブロック。さっきは右はグムだったね。ですね。クオーラはスキルで、自分の HP を回復できるので、序盤の医療なしを耐えるのにも適任ですね。射撃はバーミルじゃなくていいの？バーミルはちょっと特殊なので、より汎用性の高いクルースにしました。普通の医療ではやらないの？うん。それはかなり辛いというのもありますが、イベント配布キャラは、イベントが終わると、動画で使いづらくなるので、せっかくだから使っておこうって感じです。なんで動画で使いづらいの？イベントが終わると、もう入手手段がないので、新しく始めた人は、絶対に真似できないんですよね。なので、こういう特殊すぎるキャラは、攻略に入れないようにしています。
現に僕もプレイ開始してから先日まで持ってなかったですしね。手に入らないキャラを使われても困るね。なのでスキルが便利なバイソンとかも入れずにやってます。バイソン？別のイベントでの重装キャラですね。味方の防御力を上げたり、自分を敵に狙われやすくできたりと、汎用性の高めな便利重装です。へ？と、プレイはもう配置が終わってるので軽く説明しておくと、左ルートはクオーラとポプカルの2人だったのをブレイズ1人にまとめました。配置枠に余裕ができた分、右のアタッカーをさっきより1人増やしています。スタンは組むで受けるようにしました。そういえば、敵がどのキャラを撃つのかどうやって決めてるんだっけ？一番最後に配置したキャラが優先して狙われるので、この場合だとグムを最後に置いています。スキルとかは？中央ルートはさっきと同じなので、白い大盾が来たらラバのスキルと最後の大盾みたいに合わせてイーグルのスキルは一緒ですね。クオーラは最初だけきついのでスキルを使っていますが、途中からは適当で大丈夫です。セイロンも撃破43あたりからのラッシュに合わせています。ブレイズ一人でだいぶ手間が減ったね。ですね。序盤の組み立てでこけなければ、あとはガバプレイでもいけそうです。さすがブレイズ。あとは残りの敵を倒して終わりです。ドクター、まだステージが残ってるから。ご視聴ありがとうございました。